って一体なんだろう。この罠に人はいつの間に落ちるのか。超少子化対策基本法、通称ゆかり法が施行され、この国の男女は満16歳になると政府により将来の結婚相手が通知され、それ以外の者との恋愛は禁止される。今日の午後6時に小学校の公園待ってるから来てほしい。誰が何と言おうと伝えたい。5年間ずっと好きだったんだ。私もずっとずっと好きでした。この度はご婚約おめでとうございます。他のことあって結婚なんて。今日この30分の思い出だけで、あと70年は生きていける気がする。悲しいだけの僕らの話。あなたとても失礼だわ。こんなの結婚なんて絶対嫌だから。私の好きはキスとかいろいろしたいの好きなんだけど。好きな人？その話詳しく聞かせてくれる？来ないで。思い出にしようって言ったの。高崎さんともう一度キスしなさい。普通に言えよ。セックスしたいだけだって。誰かに結婚相手を決められるこの異常な世界で、僕の好きって気持ちは絶対に嘘じゃない。